今見ているすべて、いつかはゴミになる。その時のこと、少し考えてみて、生きていれば必ずゴミは出る。大切なのはゴミを減らすこと。ゴミを減らすこと、リユース、繰り返し使うこと、リサイクル、再び資源にすること、三つの順番で取り組めば、変わった時代をまた変えられる。ゴミに愛を。使い捨て、とても便利だけど、昔はでも振り返使った。持続可能な社会の実現、大切なのは再び資源にすること、いつの順番で取り組めば、変わった時代をまた変えられる。ゴミに Reduce, reuse, recycle.